JR 石北本線東雲駅の駅前にやってきました。駅前は花壇になっていて、どこまでがあのよそのお宅の敷地なのか、どっから先が駅なのか、全く境目が分かりません。で、防雪柵は相変わらずありまして、やっぱりね、国道からはかなりまかりにくい駅です。そして、ゴールデンウィーク前にね、一応駅ノートを置いて動画配信もしたんですけれども、誰か書いてくれてるかな、開くか、あ、来ました。そっか、これ全部閉めたら暗いんだよな。東雲駅の駅ノートですね。ちゃんと、とりあえずはね、無事に置いてありましたんで、それではですね、中身の方確認していきましょう。あ、結構ね、書いてありますね。2017年4月29日ゴールデンウィークで来ました。駅舎が物置でびっくりしました。いつも動画見てます。これからも頑張ってください。いつも清木一再生本当にありがとうございます。2017年5月2日動画見てきました。物置兼駅舎って JR 北海道すごすぎる。インターバンさんの調査力もすごいですね。これからも楽しい動画よろしくお願いします。清木一再生本当にありがとうございます。2017年5月6日ゴールデンウィークを利用して東京から来ました。6日間かけて釧路、網走、遠軽周辺、新十津川等を回ります。今日はレンタカーを使って瀬戸瀬にキハ183を取りに行きます。今回レンタカーですが、折り鉄なので次回は列車で訪れたいです。それにしても、ぬかなん以外に物置駅舎があるとは驚きです。確かにね、他にあるんですかね、ぬかなんとここ以外に。2017年5月9日、東雲駅訪問。何度か訪問したことはあるが、旧待合室の時しか来たことない。ぬかなん駅同様の物置待合室に変化していたのは知らなかった。インターバンが YouTube でここの動画配信をしたのを見たので、北見に仕事で行くついでに寄ってみた。愛別駅には今回行ってない。この駅にインターバンがノートを置いてくれたので嬉しい。東雲の歌。東雲、それは君が見た駅舎。僕が見た駅舎。東雲、それは物置の駅舎。幸せの東の雲。東雲。外川文雄さん。外川さん、ポエムを書くんですね。結構多彩な方ですね、この人ね。これどういうメロディーで歌うんだろう。多分ね、あの、線香のさ、あの、星雲っていうのありますよね。あれじゃないかな。東雲、それは、みたいな。ま、とりあえずね、メロディーはちょこ、5秒間ぐらいだけ配信します。そしたらね、僕も書いていきましょう。2017年、5月、11日、雨、ターバン6304。星雲、それは、君が見た。前回置いてから何日だろう。一月過ぎぐらいだ。一月は経ってるんだ、一応。動画配信以降、書き込みがあって嬉しいです。連休前に配信した回がありました。まあ、ただ、あの、パッと見た感じではですね、やっぱりあの、僕のチャンネルの動画を見てくれてる人しか、来てないっぽいですよね。他の人にはですね、知られてない本当に秘密の駅っていう感じです。まあ、北ビップはポンと来る人いるかもしれないですけど、東雲はね、本当にこれね、気がつかないですよ。普通に降りただけだったらね。まあ、北ビップは蜘蛛の巣だらけでしたけど、ここは蜘蛛の巣もいないしね、本当に綺麗な駅ですね。そしたらね、次行きましょう。石北本線4期スタートですね。